じゃあ次ね、第5問の方、ちょっと問題文をね、えー、こちらで確認したいと思います。さあ、えー、ベクトルの問題で、平面ベクトルに見えますけど、円がありますということ。で、3.abc が円周上にあって、これ鈍角ですね。鈍角、内積マイナスだから鈍角。で、oc とマイナス a が逆ベクトルって言ってますんで、中心 O ということから、こんな感じの位置で逆ベクトルのポジション、反対側直径作るような感じで取ってあげて、 で、鈍角だからまあ B をこの辺にでも取ってあげて、で、線分 AB を T 対 1-T に内分する点を P としましょうね、という感じ。で、直線 OP 上に点気を取りますよ、という感じ。ね。ってことで、まずそんな絵を書いて、話を進めてみたいと思います。はい。じゃあね、大文字で OA、OB、OC と書くのめんどくさいんで、小文字のね、ベクトル A、ベクトル B、ベクトル C と直すことにしますけども、まず一番目、コサイン a o b の値を聞かれてますが、 これは先ほど内積分かってましたもんね。内積がマイナス3分の2なので、マイナス3分の2イコール、長さかける長さかけるコサイン boa。ってことなんでね、3分のマイナス2というのを埋めればいいでしょう。で、実数形を用いて、ベクトル OQ イコール KOP と表せる。従ってって言ってますが、はい。まず、ベクトル OP が内分公式使っていただいて、1-ATA たす TB なので、 はい。これを k 倍しようぜーって言ってるので、これ k かけて、これ k かけてでしようか。したら k く kta 足す、ktb なのかな。はい。なので、えっ、ー、と、こちらは1番0番を埋めればいいのかな。1番0番を埋めます。で、cq 聞かれてますけど、cq は後引く前って計算だな。o q 引く OC。 ちなみにマイナス OC はベクトル OA と同じだよねって言ってましたから、これ A を足すから、ここの係数一つ増やすんでしょう。ってことで、K、K-KT 足す1倍のベクトル AA。プラス KT の B なのかなはい。これ、4番0番かな ?4 番0番。っていうのが C q は入ります。で、OA と OP が垂直になるということで、 内積ゼロすればいいでしょう。で、内積取りますとですね、これは 1-t 倍の a の大きさの2乗プラス t 倍の内積なんで、はい、a の大きさは1。で、ab の内積は -3 分の2だったんで、-3 分の 2t。ところで1、1-3分の 5t が0ということなんで、t イコール5分の3と。 ということになるそうです。で、以下、この値ではないとして、各 OCQ が垂直であるとする。うん ?OCQ が垂直ってことは、OC ここまで決定してるから、こういう接線かな接線上に Q があると考えればいいということでしょうね。ちなみに、 OQ イコール KOP って書いてあるわけだから、こう伸ばしてあげたところの交点だから、こんなポジションかな。こんなポジションに、A、q があるということ。ただ、これちょっと図の決めつけ入ってますね。危ない危ない。ね。P がこの辺にいると決めつけているからこの辺に来るんであって、P が この、ま、y 軸代わりのこの線よりも左に来たら Q 上に来るもんね。Q は下の上もどちらも考え得るものなんだな、ということは把握しておかなければならないですよね。はい。じゃあ、えー、続けましょう。2番、OCQ が直行、直角であることよりってことなんで、やはりこれは内積ゼロするしかないでしょうね。そしたら、CQ っていうベクトルと、OC でもいいけど、それは OA でもいいからね。じゃあ、CQ と、 OA が垂直という風うに見てあげて、で、これにベクトル A かけましょう。ベクトル A の内積考えて、K-KT 足す 1A 大きさ2乗足す、KT 内積が0。はい。したら、これ1だからね、K-KT 足す1。内積はマイナス3分の2だったんで、マイナス3分の 2KT イコール0。はい。すると、KA、 引く三分の五、k, t, 足す一イコールゼロなんで、数分しましょう。三分の三引く五 t, k, イコールマイナス一。1じゃあ割ってあげて、k イコール五 t 引く三分の三なのかなはい。とんで k イコール五 t 引く三分の三となることがわかります。ということですね。 さあ、それで、平面から直線 OA を除いた部分はって話が始まりました。始まりましたね。はい、ちょっと簡単に書いておきましょうね。えー、平面から直線 OA を除いた部分は、二つに分けられて、B を含む側を D1 としますということなんで、この線をまたいで、こっちが D1 で、こっちが D2 としますと。 次に直線 OB を考えてあげて、OB を考えてあげて、こういう感じかな。で、えっと、A を含む側、A こちら側なんで、こちら含む側が E1 で、含まない側が E2 だと。で、まずこの0から K くって5分の3だったと思うんですけど、 これ一体どうなるかどういうことなのかってことなんですけど、はい。0から5分の3ならば、はい。こちらに帰ってきてもらえばわかると思いますけども、5分の3より小さい数字入れたら、ここマイナスになるんですよね。だから、この範囲の時っていうのは、k が9になるということなんです。さあ、k ってなんだっけって言うと、o q イコール、 KOP だったんですね。これが K なんですよね。ということで、これでわかることは、OP と OQ が逆方向を向いているとなんですよね。P と Q が逆方向を向いていると。はい。だからまさに今左で書いているこの図のような状況ということなんでしょうかね。さあ、じゃあ、ああ回答するもの何っていうと、 点球はどこですかって言ってるんだけど、点球はこちら側ですって言ってるわけだから、えーと、この場合は D2 かつ E2 だよね。D2 かつ E2 だから、えー、それはどれですかって言うと3番目かな。すが3ということがわかります。すが3じゃないですよ。すが3ね。で、次が5分のサインよりも大きくて、 一より大きいならばなんですけど、もうちろん今の逆なんで、形成になります。形成、ね、形成であるということは、ベクトル OQ がプラス倍のベクトル OP ということなんで、PQ はえ O について同じ側。ね、半直線 OP 上に OQ がいるみたいな考え方でもいいでしょう。 ってことはやっぱり補助線こういう風うに引けてるんじゃないよね。こういう風うに引けてると絶対反対がなってしまうから、OPQ って向こう側に伸ばしてる状況しか考えられないですよ。だからまあこちら側に対抗場としてね。何を対抗するかわかんないけど対抗場いてとくと。えー、こうして、A があって B があって O があるときに、はい、P がこの、 y 軸代わりのこの線よりも左側に来ているという想定でしょうかね。はい。こうすると OPQ ってことで、このように言いますさあ、そしたら、これ当然直線 OB がこういう線なんで、わかりますかね直線 OB と直線 OPQ は、O しか交わらないんで、直線と直線って1点でしか交わらないわけだから、この後は開く一方よね。 だから、直線 OB よりも上側にいることになるわけだ。はい。だから、こいつは E1 側に行って、で、赤い線、この線よりも上側だから B1 側にいるんだよね。だから、B1 かつ E1 というのが正解になりますから、この場合は0番が正解ということがわかりました。ね。ちょっと、ここのとこ時間かかっちゃうんだよなもうちょっとなんか、素早くやる方法があったりしないかななんて思うんですけどね。はい。 ということで、えー、2番でした。じゃあ、3番いきます。3番。太郎くんとは、またお前らはって。太郎さんと、花子さんは、点 P の位置と点,点 P の位置とのベクトルの大きさの関係について考えている。考えてよ、公園のベンチでさ、太郎さんがさ、おい、あの問題はよ、OP の位置なんだけどよ。そうね、私は OQ の大きさが問題ねえみたいな考えさ、超ウケるよね。 いやいや、受けるじゃない。超真面目でいいよね。考えましょう。失礼しました。時を戻そう。t コール2分の1の時、丸一と丸二によりってことが書いてあります。で、それを情報としてキャッチします。はい。t コール2分の1ってのは、先ほどのこちらじゃなくて、こちら側の絵ですよね。0t 5分の3。なので、こちら側の絵になりますよね。 したら、まずは、t イコール2分の1であるということを使うと、ベクトル OQ が2分の k 倍の a たす b なんですよね。はい。で、これ、k がマイナスになっているということに注意してください。こちら、k がマイナスになっているんです。こいつは、負の方向に進んでいるベクトルということなんですね。はい。したら、ベクトル OQ の大きさというのは、 2分の絶対値 k の A たす B という書き方をする必要がありますよね。はい。したら A たす B の大きさっていうのは、これは2乗して、開いてみたら、A の大きさの2乗を足す、B の大きさの2乗を足す、2倍の内積。はい。内積はマイナス3分の2だったと記憶しますから、マイナス3分の4なんでこちら3分の2になりますね。 は a、a たす b の大きさは、3分の2のルートですってことがわかります。はい。で、あとはこの k の部分をどうやって決めていくのかなってことなんですけども、はい。k イコール、えー、5t ひく3分の3だったんで、えー、こちら入れてみましょう。t 個人分の1入れてみましょう。そしたら、2分の5ひく3なんで、マイナス2分の1の3だから、 マイナス6なんですよねだからこれが入ると3なのかな、はい、?O9 は2分の6倍の、えー、ルート3分のルート2ルート3分の2とはいこれ3なんで有利化すると33消えるんで O9 の大きさはルート6ですとなります。 で、また太郎と花子が余計なことを考え始めましたね。えー、t が1 2分の1以外の時にも、o q の大きさが6となる場合があるかなうん、あると思うよーって。計算が大変そうだねー。うん。でもね、図使えばわかるじゃん、花子。あ、太郎。みたいな感じなことを会話してます。はい。まあ、この図見てもらってですね。仮にこれが条件満たしている数値だとしましょう。ルート6だとしましょう。したら、点 Q を、 反対側に跳ね返らせて、プニ、プニとして、はい。仮に天球がこの辺にいるとした場合、ね、この時も当然条件満たすことになるわけだよね。はい。ただ、天球が上側に来るときというのは、実は、こちらの絵の時の、このパターンの時なんですよね。つまり、5分の3と、 1>, 1の間に来ている、こちらのパターンを考察する必要があるということなんですよね。はい。まあまあ、うん、そっか、図形的にそれを答えとして認めなきゃいけないな、ということが分かったはずですね。さあ、それでは、えー、最後ですね、頑張りましょう。直線 OA に関して、t イコール2分の1の時の、Q と対称な点 R とするとって言ってるんだけども、はい。どうやら、この点のことを今、R という点で置くよってことらしいんだな。 そしたら、対称点なんで、ちょっと一瞬不安になったけどね。cr はベクトル、逆ベクトルなんで、マイナス cq でいいでしょう。マイナス cq ね。cr は、マイナスを埋めます。マイナス cq です。で、じゃあその cq はどうなるっていうと、一応 k コールマイナス6出てますから、ここに戻してあげればいいですね。はい。それと、oq は、 マイナス 3A たす B なので、えー、CQ は OQ 引く OC なんで A 加えてあげればよかったよね。はい。これに A 加えてあげますんで、えー、マイナス 2A たす、そう、マイナス 2A 引く 3B です。はい。じゃあ CQ と CR は逆ベクトルだから CR というベクトルは 2a たす 3b ってことなんですね。さあ、落ち着いて考えれば難しくないことなんですけど、ね、もうこの最後の最後で情報をわーって錯乱せると難しかったかもしれないけども、今のことから分かったこととして、この長さがルート6になっている点というのがこの点と分かり、そのベクトルが、こういうものなんだよってことが分かったわけです。 わかりますかね ?C から見たときに、ベクトル 2A たす 3B だけ進んだ点にある。その点が、きれいに、ルート6に長さがなってる点なんですよって話なんですってで。最後すごく困ってしまった人いたと思うけども、これ最後の最後はね、結局一番初めに出していた CQ イコールか OA たすき OB あるじゃないですか。 このベクトルとこの CQ というベクトルが一致する瞬間が条件クリアするということなんですよ。だから落ち着いて考えれば難しくなかった。CQ イコール 2A たす 3B となるときの条件を考えていけばよかったわけです。で、ベクトル A とベクトル B っていうのはまあ、いわゆる線形独立ってやつですね。平行ではない2つのベクトルですので、係数比較できます。 ということで、えー、ケース比較していきますと、え、2イコール、3イコール、でこれ、カーキですよ。カーキ k 引く kt 足す1と、kt を解答するわけですね。はい。そしたら、kt 3いる体のところ、マイナス2なんで、k イコール4になるかな。k イコール4で、これを戻してあげると、t イコール、えー、4分の3になりますから、ね。はい。とってで、すい、えっ、ー、と、垂直なときじゃねえや。 最後。えっ、ー、と、テトのところは t イコール4分の3ということでした。ということで、盛りだくさんですね。えー、まあ、来年の共通テストでは、もう少し量を減らしていただきたいなというのが、まあ、本音ではありますけども、まあ、でも、問題一つ一つを見たときには、やはり両問であることは確かです。で、二次向けの勉強をしっかりしている人が、ちゃんと点数取れるような問題になっていることも確かです。 ですから、まあ、縦呼びのね、動画とかうまく使いながらですね、二次向けの勉強をしっかりでる、ね、その過程で、えー、共通テストに向けての力というのもついていきます、ね。しっかりね、その辺を信じてね、えー、頑張ってもらえたらいいんじゃないかなと思います。はい。で、確率分布の第3問の方はね、あの、選択した人が少ないと思われますので、そちらの方は説明を活用させていただきます。それでは、またね、えー、どっかでお会いしましょう。バイバイ。えー、今回の動画、完璧ですか もし怪しいなと思うとこがったらねちゃんともう一回見るもう二回見るっていう動画の特性を生かしてくださいね動画も撮ってます、えー、ホームページの方見てもらえるといろんな単元どの単元があるのかなってものも分かりやすいですからぜひホームページも活用してねじゃねん